ハガツオは、スズキメ、サバカに分類される魚の一種。和名通りカツオに似た大型肉食魚で、食用にもなる。地方名はキツネ、キツネガツオ、サバガツオ、シマガツオ、スジガツオ、ホウセンなどがある。生魚は、全長50から60センチメートルほどだが、1メートルに達する大型個体もいる。化学は厚く、がっしりとしていて、顎には鋭い歯が並ぶ。 体色は背中が青く黒くて細い縦縞が片側に6から7畳を走る。腹側は銀白色をしている。カツオに似るが頭部や体型が前後に細長いこと、鋭い歯が目立つこと、背中側に縦縞があり腹側に縞が出ないことで区別できる。多くの地方名があり頭部が細長く前に突き出て狐の顔を思わせることから狐。 キツネガツオ、体が細長く、サバに似ることから、サバガツオ、背中の縦縞から、シマガツオ、スジガツオといった呼び名がある。南日本太平洋岸、中央アメリカ西岸、オーストラリア北岸、アフリカ東岸まで、インド太平洋の熱帯、温帯海域に広く分布する。学名の種名ウリアンタリスは、東洋のという意味である。沿岸域の表層を群れで遊泳し、カツオや、 マグロ類などと、混群を作ることもある。食性は肉食性で、他の小魚や、糖足類などを捕食する。一本釣り、ハエナは巻き網、定地網などで漁獲される。日本では、一般的に本種を狙って漁獲することはなく、サバ、カツオ、マグロなど他の魚との混獲で、水揚げされることが多いが、高知県土佐清水市では立縄漁において、 本種の漁獲が水揚げの主軸となることが多々ある。肉は赤身で柔らかく味も非常に良い。しかし鮮度落ちが早いため昔の評価はカツオ以下だったが冷蔵技術の進んだ現在ではカツオより味の評価は高い。ただ痛みが早いので鮮度には注意が必要である。加熱してもカツオほど硬くならず刺身、焼き魚、 唐揚げなどいろいろな調理法に対応する。五島列島では生節といって燻製にして旨味を閉じ込め1ヶ月以上冷蔵庫保存可能なものを古くから作っている。インド洋の島国モルディブではモルディブフィッシュと呼ばれるカツオ節の一種に加工される。日本の枯れ節のようなカビ付け工程のないブシでスリランカなどでも郷土料理の味付けに用いるが削って 用いるのではなく、袋に入れて、棒で叩き割ってから用いる。手間を省くために、工場で粗い粒状に粉砕して、瓶や袋に入れた製品も市販されている。サルダサルダ派がツオぞくサルダは、全世界の熱帯、温帯海域に4種だけが知られる。ありがとうございます。